って石井さん下の方から、あれどこ行っちゃった俺、あいたいた、こちらね、はいこちら今います。石井さん下の方から、あれどこ行っちゃった、はい、いや違う、はい、違う、入ってます。あ、頑張ってください。よろしくお願いいたします。ちょっと待ってね。じゃあインスタも入ります。あれ、こっちのスマホ。こっちでインスタ入らないね。これでインスタ入ればいいか。これで入ればいい。これでインスタライブ。インスタライブ。インスタライブ。よろしくお願いします。実行委員の石井さん。出入りイベントって書いてある。ヤフオクライブで、ヤフオクライブいます。あやさん、あやさん、ヤフオクライブでよろしくお願いいたします。じゃあね、ピンク見るときはナチ様キラキラ、うさぎさん、あーやっと今ちょっと落ち着きました、ごめんね、ちょっと見れなくて、ナチちゃんキラキラありがとう。今日はキャバヒール、はい、1円じゃないんだけど、はい、即決で、あのよかったら落札してください。皆様よろしくお願い、 DTP さんありがとうございます。ナチさんの、ナチちゃん、タイママさんよろしくお願いいたします。各サイズ同じなんですか、え、今ちょっと待って、ミーベルさんいっぱい出すね、ちょっと時間かかるよ、ちょっと時間あるよ、ちょっと近寄っていい、老眼だからさ、はい、今日はねキャバヒールを、中国問題があって1さん1スタたくさんできなくなっちゃいましたよ。毎週日曜日、とりあえず日曜日か水曜日、日曜日か水曜日今迷ってるんだけど、どっちかに1スタはやって、他の日はね一応ゆっくり配信、はい、いつもは急いでやってるんだけど、キャバヒールをいっぱい出していきたいと思います。もしね、夜キャバ嬢さんいましたら、今のうちに皆さん連絡していただいて、安いの売ってるよってしてください。よろしくお願いいたします。YouTube やるかな、 YouTube やるかな、 YouTubeはい、すいません、今見えてない、今ちょっと商品出品しますね、たくさんあるんでちょっと時間かかっちゃうかもしれないね、時間かかっちゃうかもしれない、ね、ちょっと半分ぐらいで戻ってみようか、半分ぐらいでエラー、あーエラーが出たね、エラーが出たじゃん、はいはいはい、はあ、神ったらありがとうございます。タモリ、あ、タモリ様いらっしゃいませ、まんまるさき様ファイトですね、ね、頑張ってください、頑張ってください。今キャバヒールもっと同じサイズ、同じの各サイズあると分かり、あ、そう、今出します。中広げていただいて、他のカラー、他のサイズはこちらとかいうのがありますよ。多分。ちょっとね、今ちょっと見えてないです、お客様。お客様、今商品出してるんで、見えてないんで、後でちょっとコメント広げたら拾いたいと思います。ちょっと待ってください。並び方はね、バラバラですよ。さん、キャバヒールいっぱい持ってんで、いつもバッグ屋さんだと思ってる人いるっしょ。ねえ、キャバヒールめちゃくちゃ安いんだよ。だいたい問屋より安いです。問屋さんのだいたい3分の2ぐらい。うん。問屋さんが4000円で売ってたら石井さん3000円で売ってる感じね。だからこのだいたいこのね、倍か 2.5 倍ぐらいが売り値。通常の倍か2倍か 2.5 倍ぐらいが売り値になってます。2000円で売ってるものはね、だいたい5000円か5900円で3倍ぐらいで売ってる場合も多いんで、あ、結構あるな。結構あるな、懐かしいな、これメルカリみたいだな、キャバヒール売ってるよ石井さんが今日はもう売るものが危ないんでゆっくり売りたいと思うので、ね、ちょっとこれ出していこうかな、ちょっと今このぐらいでちょっと出してみようかな。イケメンありがとうございます、アキラファイトありがとうございます、安いから買おうかな、なっちゃん、なっちゃんさん、そんなこと違うことやってて細くないのもある、ちょっと難しいね、接戦マジそうなの、そうなの
大丈夫で大丈夫、あの目的が違うんで皆さん大丈夫です。今ちょっとキャバヒール全部出しちゃうね。今どうなの、ちょっとライブ見てみる。ヤフーから、おお本当だ、来てんね、うん来てんね来てんね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと今いっぱい出しちゃうね、キャバヒールいっぱいあるんだよ。ちょっとガラガラ出すんで、もう始まって以来 1000でしょ、すごいね、やる気があるとすごいね。皆さん頑張ってください、本当にありがとうございます、ありがとうございます。皆さん本当にいつもいつもありがとう。やっと出し終わった、これで全部ね、はい、サイズがないのもあります、細くないのもある。接戦うさぎさん、そっくりアキラ、ちょっと待ってください。同じ角サイズあると分かりやすい、同じの角サイズあります場合もないのもあります。はい、かっちょいじゅうじさんありがとう、タモリさんありがとう、タモリさんバタフライ出たね、ステッキータモリさんバタフライおすすめ、ゆりりんさんこんばんは、ゆりりんさんこんばんはです。以上かな、相手はキャバヒールおすすめです。タイマーさん大丈夫、コメントより向こう頑張って、ちみちゃんコメントより向こう頑張って、よろしくお願いいたしますね。ジュージさんキラキラ、みんなキラキラしてるけどそういうことじゃないね、今日はもうにあの圧勝で頑張ってくださいね、本当にお疲れ様でございます、ありがとうございますね、タイマーさん、ジュージさんファイトです。なんかいい、別にあの下にあるの本当は石井さん、バッカーさんじゃない、キャバヒール屋さんがメインで1おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。タイマーさん、ローズさん、ジュージさんありがとうございます。皆様本当にハートばっかりたくさんあってありがとうございます。こんなゆっくりしてる石井さん久々でしょ、全部読めるよね。今日は落札ジュージないんで、あいいねいいね、いらないですよ、いらないいらないそっち頑張らなくていいですよ、ジュージさん、ジュージさんね、いいねいいねじゃなくて、あっちのあっちの方が待ってね、よろしく、汚いありがとうございます、キラキラありがとうございますね、ね、おめでとうございます、ジュジュさんありがとうございますね、いねいね言わないしさん、ジュジュさんハートハートたくさんありがとうございます。キャバヒールたくさん売ってるんですよ、これ全部安いでしょ、ジュジュさんありがとう、いいありがとうね、何話するね、石さん本日ね、あの中国のお話しして、あのインスタでも言いましたが、あの中国の方はあのコロナウイルスが、収まってから2週間様子見ないともうね社会が動きませんね、あっちの方が待ってくる、キャバヒールお得です、自分で押すか、300ぴったり、300ぴったりありがとうございます、300ぴったりありがとう、お風呂からが、あちゃぴさんありがとうございます、ありがとう、謝恩会向けミベルさん、キャバヒールですね、石井さん本業はキャバヒールいっぱい売ってるんですよ、知らなかった、バッカさんだと思ってた、あ石井さん本当キャバヒール屋さんだって知ってたね、石井さんステッキファイトです、ありがとうございます。石井さんからも送ってきます、頑張って、キャバヒールやっちゃかわいいよ、たくさん、はい、めちゃくちゃ安く売ってますよ、安く売ってますね、息子がぴったりにしたそうです、ああそうなんだ、300もぴったりしてくれて300だと思ってたもんね、ありがとうございます息子様、まんまるさぎ様の息子さん、ありがとうございます、一さん本日感謝いたします。今日ぐちゃぐちゃなんだ頭、これでも本当は帽子かぶってたんだよ、うん、ミーベルさん、一石さん、何でしょうか、何でしょうかね、今どんな感じ、白いね、来たれ来たれ来たれ、サムネ1スターになってます、あ本当ごめんねごめんごめん、あれちょっと今日変えられなかった、いつもは1スター、本日キャバヒール、キャバヒール買ってって書いてあるでしょね、ミベルさんごめんね、それいつものやつ出しちゃってよ、いつもは1スター、ちょっと中国問題で今日1スター出せなくなっちゃってごめん、今日ねいろいろあったんだよ、中国の方はちょっともう春物を全滅しそうなんで、石さんいっぱい売れなくなっちゃったんで、ちょっといつも持ってるキャバヒールを、あ私さんこんばんは、私さんキラ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 ハート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 、どうもありがとう、ニット帽似合いますね、あそうそう今日は本当はね帽子かぶってんだ、この後ねヤフオクライブ最後の方、多分あのキャバヒールはあの落札はなかなか難しいでしょうけど、ね、あのブキチ君と今マスク足らないでしょ、大チャンネルさんのマスク石井さんがね買ったんで、これ大ちゃんが買ったこちらのね、大ちゃんが書いたこちらもつけて、あのこちら後でブーキチ君こちらね、ブーキチ君どっかに汚れがあんだよな、ほんとこんくらいだ、あもうほとんどこんくらいの汚れなんで全然大したことないんですけど、このブーキチ君と
あの最後の方にこちらのマスクプレゼント欲しい欲しい大会、あのコメントありますんで、後でまた見といてください。よろしくお願いいたしますね。今日のこのキャバヒールどうしたらいいんですか。パイツ歌しさん、この歌しさん、こんばんはですね。ねえ、ちょっと待って、あーすごいことになってね。ファイトです、歌しさん、こんばんはですね。これまずいよ、まずいよ、来てるよね。ファイトです、石さん、ありがとうございます。ハートハート、ありがとうございます。ジュウさん、いつもありがとうございます。あのいいねいいねよりあっちね、フォックさん、ファイトです。ランキングの意味は抜かれるよ、これきっと相当力ある抜かれるよ、絶対に頑張って頑張って、石さんもやれないよ。でも自分ではもうちょっとできないんでね、あれですけどね、皆さんの協力、本日石さん暇なんで全部いろいろ読んでみたいと思います。いつもいつも忙しくやっててごめんね。今日はキャバヒール売ってるんでゆっくりやります。はい、ありがとうございます。ファイトです、ファイト皆さんですよ、ファイト皆さん。ランキング名無しさん、ありがとうございますね。ジュジュさん、ファイト。ジュジュさん、ちょっとこっちの頑張ってくださいこっちの頑張ってください。ほらほら、これ接戦じゃないですかね。確か8000、30分で8000ぐらいまで行ったことあるよね。今日2万行くんじゃん、これ2万行くんじゃん。うん、固まる、出入りしてます。あ、ロスさん固まる、出入りしちゃってください。よろしくお願いいたして、いっぱいいっぱい出入りしちゃってください。皆さんキャバヒールいかがでしょうかね。見てる暇ない、そうそう、見てる、コメントいらないね、大山さんあっちの方が待って、いいねいいね、誰がしてますか、ね、いいねいいね、いらないよ、いいねいいね、今日石井さん、いいねいいね、ほんといらないよ、うん、そっちではそっちの方で、そっちのポチポチより、あっちのポチポチよろしくお願いいたします。ジュウさん、ナチさん、キラキラ、でもみんなコメントする余裕があるの、マジかける2だよ、ノルマいけるのいけるの、それいけるのね。はい、よろしくお願い、ジュズさん、ファイトですね、ね、ファイトです。これ2枠ぐらいやってみる、2枠やったらあれ乗るかな、ランキングとか8、10とか10、18、ランキング1回も行ったことないんだよね、実際やってる曜日が悪いのかな。ね、ジュズさん、ファイト、ありがとう、体も洗う暇ないチャビさん、体洗う暇ない、ありがとうね、ごめんね、チャビさん、ありがとうございます。ジュズさん、キラ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 しかないね。キャバヒールの質問ないですかあれ、キャバヒールたくさん出したつもりでもこんなもんなんだ、こんなもんなんだね。ね、めっちゃ安いっしょ、ね、安くない、誰かあのお友達いたらここで安いよつっといてください。いつもはね、こちらの商品ヤフオクライブ中には売ってないです。本日は特別ね、抜かれたね、そうでしょ男にしねえか、だコメントいらないってば、コメントもいいねもいらない、そっち集中でよろしくお願い、すごいんだからさ、すごいんだから、もう人数がさね、よろしく、男にしねえか、よろしくお願いします。ほらほらさ、あっという間についたよ、すごいね、すごいすごいすごいですよ。石様やらないよ、頑張ってください。音楽変えとくか、じゃ音楽変えとこうかね、気合が乗るように、じゃあ音楽を変えさせていただきました。いつものように1分で下の商品一気に早期終了全部やれない、だって入札入ってね。で、こんにちは、ジュンさん、ごめんなさい、ファークさん、ガンガンいつもいつもありがとうございます、ありがとうございます。くるみさん、爆笑、え、そんな面白いこと言ったいし、その大した面白いこと言ってないよ。下の商品すべてあの1回で一発ボタンで早期終了したいとか、本日入札がございません、1円からもやってございません、定価ってそれ安いっしょ、今日は失敗しない、あ、話した、今日はね、じゃあ、ナイスさん、今日お話ししよっか。アジュさん、スタンプよりも、あっち頑張ってよ。あっち目的なんで、頑張って、ほら、もう。頑張ってください、頑張ってください。今日ね、あの、ナイスさん、カバンね、あのね、週1ぐらいしか出せなくなりました。多分日曜日か水曜日。多分日曜日かなと思うんだけど、日曜日にあの、50点から60点出品しますが、このままだと、あの、中国の方からの輸入がないので、商品がパンクします。もう入荷がないので、あのね、あの、たくさん売れないんですよ。だから今日はやらないんですよ。で、さっきまでインスタライブやってたんですけど、とりあえず一旦ね、ぺったんこで出品しないんですか。あのね、ちょっとまだね、夏物なんで、夏物のやつはやってないです。今日はちょっとね、石さん、キャバヒールの宣伝に、綺麗にやってきました。すいません、下にある商品。あとね、このライブが終わって、
ね、夜とかはね普通に出てるんで、そっちの方で普通に落札してください。あの本当にいつもね安い商品、通常の時間帯、石井さん一ステやってますけど、通常の時間帯もちょっとあの夏春夏っぽいサンダルとかキャパヒールとか、あとイベント用商品とかはいつも安く売ってるんですよ、普通にね。この形は吹けない、そうでしょね。ありがとうございます。だから今日は日曜日、あさって何さん、さてやりますんでよろしくお願いいたします。一室たくさん50点から70点ぐらいまたいつものように出していきたいと思います。週1になっちゃいました。もう商品が全部なくなっちゃう、1円で売っちゃうんで、全部なくなっちゃうんですよね。よろしくお願いいたします。ママファイト、ファイト、ファイトは皆さんですよ。ファイトは皆さん、ファイトは皆さんですよ。頑張ってください。皆さん、ファイトですよ。本当に。本当に皆さん、頑張ってください。よろしくお願いいたします。どなたがいいねしてますか？じゃあ、止まったね。3000ぴったりするぞ。バタフライのストラップをするんだ。皆さんね。日曜日ですね。あ、そう、日曜日ごめんなさいね。7日、日曜日。あとね、ご質問があったら、石井さんの方、インスタライブ、インスタの方、インスタの DM で、商品、出したい商品がありましたら、日曜日、バッグが昼間出てますんで、1円で、5000円で出てる商品が大体1ステアル商品ね。よろしくお願いいたしますよ。寒くなってきたね。ね、寒くなってきたね。寒くなってきた。はいはい。ディテイピアさん、キラキラ、ありがとう。まんまるさぎさん、ああ、ありがとう、ありがとう。もう一つね、見てんのね、まんまるさぎさんね。そちらのインスタの方フォローしていただいて、またご質問があったら、インスタで直接、メールいただくと、石井さんの方、ボイスで。めんどくさいんでね。もう俺ね、スマホ打つのあんまり得意じゃない。パソコンの方は得意なんだけど、スマホの方はあんまり得意じゃないんで、ボイスで、ほとんどボイスで返しちゃう方がさ、早いっしょ。ね、いっぱい書けるし、間違いね。ファイト、ファイト、ファイトですよ、ジュージュさん。ジュージュさん、頑張ってください。どっち、いいね、いいね、じゃないですよ。いいね、いいね、じゃないですよ。みんな、いいね、いいね、頑張らなくていいですよ。よろしくお願いいたします。石井さん、YouTube で質問、みんなよくそのコメント打つ時間があるね。2台でやっててコメント打てるの。すごいね。すごいね。チェッチェンでございます。ありがとうございます、ありがとうございます。頑張ってください。ああ、1位ね、一瞬で、一瞬です。七七さん、ありがとうございます。石井さん1位ね、すぐだよ。だってすごい強いよ、すごい強いよ。みんなの力だよ、石井さんの力じゃないよこれ。みんなの力、頑張って。すごいじゃん、皆さんすごいよ。でもね、確か30分で8000いってたんで、2万ぐらい。これ何時からだ、32分でしょ、12分でしょ。途中でスクショしといて途中でスクショしてて、これすごいね、さすがにすごいわ。うん、ちみちゃん、ちみちゃん、石井さん素敵、ありがとうございます。ジュージュさん、ファイト、ありがとうございます。ジュージュさん、ファイトはジュージュさんだっつってでしょ。いいね、いいね、いらっしゃい、いいね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 、やっていただける方、こっちの方でよろしくお願いいたします。いいね、いいね、より こっちの方でよろしくお願いいたします。ね、今日はいいね、いいね、いらないですよ。ゼロでもいいですよ。ファイト、ファイト、ありがとうございます。皆さんがファイトで、あ、みんなで掛け合ってのね、みんなで石井さんに言ってんじゃなくて、みんなでみんなでファイトっつってるんだ。ファイトでございます。ファイトでございます。みんなでみんなで掛け合ってんだね。すごいね。すごい、みんなの協力すごいね。デディピアさん、いいね、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね。タイマーさん、ハートすごい、すごい、ファイト、ファイト、ファイトになっちゃったじゃん。みんなファイトだよ。どうすんの、掛け事。121、素敵なヒール履けないもの。そう、履かなくていいです。13、履かれる方には履かれるんで、売れる場所ではたくさん売ってます。たまに、今日よく売れてるよ。はい、昼間も売れては。私じゃないのよ。ね。私じゃない、皆さんに言ってんのね。皆さんでいい、いい、ファイト、ファイト、ファイト言ってんのね。歌手さんもありがとう。歌手さんもありがとう。いや、私はやってるよっていう意味か。あだっちゃん頑張って。あだちくん今日、こっちじゃない、こっちね。あだちくん電話しようか。リアルに足立く電話しようか。こっちじゃないよ。今日はいいね、いいねじゃないよ。見てないで。こっち、こっち、こっち。こっち、こっち。ここ、これ、これ頑張って、これ。これ頑張って、これ、これ。足立くん。足立ちゃん、これ。足立くん、これ。一個とかにも電話して。足立くん。君尾くんのお母さんに電話して、君尾くんのお母さんに。君尾くんのお母さんに電話して、スマホ借りてやってって、あと一個に電話して。一個に出まして。ね。足立くんよろしくお願いいたします。石井さんの友達よろしくお願いいたします。ほっと石井さん、ありがとう。ジュデさん、いや、足立さんわかるよ。ね。あ、わかるよ、わかるよ。じゃあ一個とかに電話して、一個にやってもらって。やってくんねえか。君よくうちの出して君よくやってくれんじゃん。帰ってきてっかな、君よく。
ね、キミオくんのお母さんのスマホ借りてすぐやれるようにちょっと電話してみて、一人いると全然違う。ジュゼさんすごいコメントありがとうございます。はい、こんばんはです。直樹さんいつもありがとうございます。田山さんハートありがとうございますね。ロスさんも、あ、ロスさんもいつも、ロスさんのところ売れるでしょ。真面目にね、真面目に入って、ロスさんのところ素晴らしい。あ、多分ずっとうまくいくと思うよ。めちゃくちゃ可愛いやんか、欲しいな。キューさん、はい、実はこれ本業でございます。本当はね、こっちのやつも昼間いっぱい出してるんで、あの結構すごい安く出してます。多分ね、問屋さんより安く出してるんで、また会ったらお友達とかに言って、昼間こそっとそのままあの買われてもいいですよ。配信今ね、このまま買ってください。キュウさんのこのまま買って、あ、石さんこのまま買ってください。よろしくお願いいたします。ファイトです。はい、こちらのキャバヒールね、昼間もねたくさん出してます。あのこの値段ですごく安く出してるんですよ。他のサイトはね倍ぐらいで出してるんで、問屋さんより絶対安いんで、あの普通に買われてください。今ね上げてもらってもいいですけど、昼間もねゆっくり見ていただいて、画像も結構凝って、すぐ落札の商品を見せられるんだけどね、たくさんここに後ろにあるキャバヒールあるんだよ。知らなかった。昼間普通にここにこういう風にあるんですよね、あるんですよ。でも今はさ、バッグ売ってることが文吉君とか言ってるでしょね。ファイトです。キャバヒールお買い得です。Qさんおすすめありがとうございます。 Qさん、あ、Qさんがいるの。 Qさんって方がいるんだね。 Qさんって方がいるんだね。ありがとう。あ、ローズ、Qさんか。めちゃ可愛いやね。欲しいなって言ってくれたんだね。Qさんありがとうございます。ジュージさんありがとうございます。疲れたっしょ。ね、みんなそういうことするんだよね。すごいね。すごいね。頑張ってください。頑張ってください。ヒール以外は出ないから。あ、ローズさん、今日は出さないです。今日は出さない。なんでロスさん聞くの、ヒール以外。あのね、ロスさんね、多分日曜日しか1スタね、50点から70点ぐらいを1スタでやるのは日曜日。日曜日に一気早期終了、70点ぐらいを早期するの。もう中国問題が収まらなくて、春物入荷ないです。春物もうほとんど全滅しますんで、今ある商品がなくなっちゃうから、石さんの方毎週3回ぐらい出てたんだけど、週1回ぐらい。あとの週2回は何やろうかなって今思ってる。とりあえずね、キャバヒールはたくさんあるんで、キャバヒール出してみました。ね、ロスさん、ぺったんこのさんだろ、ジュージさん、今日はキャバヒールです。ね、売る気、売る、ね、見られておいてください。あと昼間、キャバ嬢さんの友達いたら紹介してください。よろしくお願いいたします。ね、ジュースさん、皆さんファイトです。皆さんファイトで頑張ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当ありがとうございます。盛り上げてくれて、皆様の力すごい。皆様の力すごいです。時間は何時頃ですか？え、何時頃？フックさん？石井さんの配信は12分まで。どこで帰るか分かんない。うん。大体のとこで帰っちゃうかもしんない。終わっちゃうかもしんない。みんな、Qだよ。Qさんありがとうございます。二足買いたい。交渉するよ。あ、はい。今買ってもいいし、これ終わってからも出品ゆっくりしてるんで、Qさんね、今急いで買わなくてもいいですよ。じっくりサイズとか間違えないように買ってください。いつもこの値段で出してます。一緒じゃキャバヒールたくさん本当はいっぱいあります。値段もね、問屋さんよりめちゃくちゃ安い。でね、ヤフーオークだけ一番安い。ヤフーショッピングはね、これより1000円ぐらい高いです。ヤフオクだけ今大々宣伝してますんで、石井さんヤフオクの顔になりたいので、キャバヒールも安く売ってます。これキャバヒールどうやって売ろうかなっていつも思ってます。でもね、1円捨てはやっぱりさ、バッグかなと思って、キャバヒール1円でやったってもこれ上がんないんでね。ああやって感じ。タイマーさんキラキラ、ジュージさんありがとうございます。ファイトありがとうございます。おう、すごいね。みんな大好きだから見たいんだね。石井さんの顔なんか年中しっかり年中見てるから大丈夫ね。ほんと皆さん素晴らしい。ロスさんありがとうございます。ありがとうございます。今300、今4400、ありがとうございます。石井さん多重音声、え、なんで多重音声って何ね。え、ね、キラいいねいいねいいねはあっちいいねいいねはダメ。どなたですか、いいねいいねをしてくれてるのは。今日は一生懸命頑張るのはそこじゃないですよ。いいねいいねじゃないんですよ。どうもありがとうございます。いいねいいねもありがとうございますですが、いいねいいねもありがとうございますですが、はい、今日頑張るとこはそこじゃございません。キャバヒールたくさん売ってます。よろしくお願いいたしますね。オーラって見れますか。あ、見れますよ。7269ね。ちょっと待って、7269ちゃんと調べるからさ、ゆっくり見ます。今暇だから。7269ね。
7269。はい。はい。タイマーさんありがとうございます。デイリーさんの足見れない。猫さん。そう。今日はもういい。見なくていいよ。今日は見なくていいよ。はい。今日はそっちの方で。よろしく。いつでも見れる。石井さんのことなんて。石井さんのことはいつでも見れます。あ、ここにメモが置いとくと。ちょっとほこり拭くね。ちょっとほこり拭かせていただきます。7269、久々だな。配信でキャバヒール紹介するのほんと久々。どんくらいだろう。もう半年以上キャバヒールなんて俺出したことないよ、配信中ね。アレスさんの顔を眺めることができます。え、いつでもできるよ。今日はタチさん違う、見なくていいよ。あっち頑張って、あっちあっち。懐かしいでしょ。サバヒルで頑張ってきたんで。そういえば桃井はもうね、石井さんも配信1年もうすぐ経ちます。7269、こちら行きましょうか。こちらね、タイトルがオーロラビジューラインストーン、オーロラビジューラインストーンアクセ付きサンダルクリアね。はい、こちらサイズが今ね 22.5 から 24.5 まで 0.5 センチ刻みでございます。じゃあとりあえず一旦外見からオーロラビジョン見ていっといておきましょうか。こちらのね、ここがオーロラビジョンでちょっとね色がね、カラーがなってます。こちらがラインストーンね、ラインストーンです。こちらがラインストーンで、こちらがストーンね、あのこういう感じでついてます。これいくら？ 4,000 円でしょ。めちゃくちゃ安い。これ大体7900円ぐらいしますよ。大体ね、安くても5900円から7900円。クリアサンダルのムチだけでも大体5900円しますんで、こんなの黒がつくと大体2000円ぐらい高くなっちゃうんで、よろしくお願いいたします。あとサイズとか丈とかは結構しっかり書いてありますと思うんでしょ、あのそちらの方を見てください。でこちらのオーロラビジューのこれはね、低い方、こちらはね丈が低い方です。もう一個ね7267ということで、これもう一個高い方があります。こちらちょっとティッシュでちょっと埃を拭こうかな。久々なんでちょっと埃がついちゃったね。こちら高い方もあります。あのこう厚底がめちゃくちゃ高い方、こちらが低い方、こちらが高い方ね。お客様が言われた方は低い方ね。こちらです。結構綺麗でしょ、クリアサンダル。はい、ずっと定番でこちらも売れてます。4000円は安いですよ。4000円は安いです。はい、他のお店行ったら大体7900円ぐらいで並んでると思うんですよ。クリアサンダル自体が結構よその普通のお店高いんで、これキャバ限定なん。そうそう、限定っていうか普段履かれる方は履いてください。別に。普段履かれる方は、一緒は一応キャバヒールと呼んでるだけな。普段履かれる方は履いてもいいですよ。値段も安いんで、たくさん、あの、普通に買っていただいても結構ですよ。ありがとうございます。ね。Qさん、キャバ限定ではないです。一応、キャバヒールさんが喜ぶキャバヒール。普段履いても全然大丈夫で、特に別に決まってるわけじゃないですよ。ね、これから暖かくなるでしょう、ね、冬はちょっとあれだけど夏っぽい感じで、これから春夏いかがでしょうか。こちらめちゃくちゃ値段は安いです ね。バタフライみたい。あ、バタフライみたいの、マジそんな要望あるの、驚いたわ。キャバヒールも売れる、キャバヒールも売れるかな。キャバヒールもやる、バタフライ出す。久々だな、出し方もちょっと忘れちゃったよ。どこ、俺しまっちゃったりしてんだよね、もうね、売れちゃったやつとかさ。あれバタフライないわ。バタフライにあったこちらね、バタフライありまして、ちょっとゆっくり拭かしてもらおうかな。ちょっとほこりがついちゃった後ろの方にあったからさね。バタフライのストラッパー持って、あ、そうだね、タイマーさんも買ったね。バタフライ結構安定感にあります。あ、これ安定感がこうあるんで、安定感。それよりもこっち大丈夫ですか皆さん、やってますか。2倍ですよ、2倍。おー、すごい、被害者頑張って。コメントいらないよ石井さん、もう一人で大丈夫、営業できるんで皆さんね、一人でできるからコメントいらないよ、大丈夫。今一人で接客するんで大丈夫ですよ、接客するんで。これ配信が12分でしょ、あとね25分頑張ってください。あと25分、みんなありがとうね。1万いくね、この調子だと1万いくね。ありがとう、1万いって、あの記録作ってください。4万5、4万6千、4万しかいかないか、4万4千。え、ポチポチ、いいねいいね、4万4千しかいかないの、今何やってんの。あとで石井さんお酒飲みながら見てみるよ、録画して自分のとさ比べてさ。こちらね、ついでにちょっとほこりかぶっちゃったから、キャバヒール久々だからほこりかぶっちゃったよ。マジリアルな話、売る気なかったね今日、急にやったからさ。
チャビさん、なんか言われてたよ。本当？何言われてた？ヤフオクの顔石井さんだから間違えないでよ、マジ。ね。ダメよ、急に来ても。もう、時代が違うね。時代が違う。ね。こちら、白。こちらね。はい、キャバヒールのこちら、バタフライ。久々に出してみたよ、バタフライ。こんな感じ。あ、白飛びしなくなったね。色よく、白飛びしなくなったね。白出しとくと。こんな感じです。こんな感じ。ね。で、そこがね、こうやってくっついてるんでね、結構安定感があります。こうやって。安定感。ヒールみたいにならない。結構安定感あるんで、ヒール、タイママさんとか普通に買ったかんね。普通に普段履くのに買われてるので、買われてるお客様、石井さんこれめちゃ、定価は大体7900円。他のお店だと7000、普通にお店で並んでるのは7900円。石井さんとか大体今いくら ?4000 ぐらいで出してたかな。自分でもちょっと値段忘れちゃったけどさ。よろしくお願いいたします。じゃあコメント読んであげてね。ねえ、ほんと?読んであげなよ。ちょっと今、私買いましたよ。ちょっと待って、今説明してるんで。コメント読むのが仕事じゃないんですよ。石井さんも売るのが仕事。売るのが仕事ですよ。売るのが仕事。高さとライン、あ、高さね、中に書いてあります。説明の方に書いてありますが、今ちょっと測ってみるね。今簡単に測ってみる。いいですか。だいたい14センチだったかな ?18 センチだったかな14センチです。高さはね、14センチ。こちらバタフライがだいたい14センチから15センチ。14センチから 14.5 センチぐらいかな。14.5 センチぐらいですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、いいかな。私がいましたよ。ローズさん、ありがとうございます。なんか言った?なんか言われてたよ。なんて言われてた?白と黒と黒持って。あ、白と黒と色持って。もう、持ってますね。うん。かっこいいやつよ。普段履くよ。バタフライ結構安定感。え、何もないよ。何もないじゃん。あ、キュリガニ負けるな。ありがとうございます。皆さん負けるのは石井さんじゃないです。皆さんです。皆さんです。石井さんじゃない。ね、今入札しても大丈夫。あ、キュリさん今入札しても大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。入札して、ちょっと花火開けてみて。よろしくお願いいたします。キュリさん大丈夫だよ。入札しても大丈夫です。いいのだったら。石井さん問屋より安いです。多分。うん。問屋さんでもね、4500円ぐらいとかで売って7900円ぐらいかな多分、はい、問屋より今これいくらで出したっけな、ちょっと番号も忘れちゃった。うん、ゆきさんいいですよ。あ、そのまま買ってもらって全然大丈夫です。サイズ間違えないでください。年代物ね。あ、そうですか、ありがとうございます。年代物、あ、そうですね、ありがとうございます。安いね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、その、ね、年代物ってコメント自体が古くない？うん、ねえ、その年代物というそのさ、ものの言い方がなんか古くない？年が年配ですか？年配ですか？石井さんと同じぐらいでしょ。ね。安いですね。安いですね。ありがとうございます。年代物とかって今若い人言うの？怖い子言わなくね。うん。安いですね。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。コメント回して。キラ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 で回して。キラ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 でちょっと押してまして。よろしくお願いいたします。あ、そうだ。ちょっとね。後で、プレゼント、コメントやりたいと思います。お、コメント数か。いいね、いいね、すると。コメント数は出ないんだね。コメント数は出ないんだね。うん。あ、いや、花火楽しみ、ローズさん。花火、今日やんないよ。今日は花火上がんない。買われないと花火上がんないね。ね、さっきの方が買われたら急には上がると思うけど。ね、ジュズさんいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まんまるさん、キラキラ、ありがとうございます。もう一回見る?白と黒。こちら白と黒ね。現物で言うとこんな感じ。キャバヒールこんな感じ。キャバヒールこんな感じね。はい。よろしくお願いいたします。あ、そういえば俺今日シール持ってたの。うん。ファイトです。ちみちゃん。ちみちゃんファリファリ、ありがとうございます。このサンダルよりでかいのありますか?あ、72、あ、もうね、それ数ないんだよね。もう廃盤にしちゃうんで、7274ね。72742番は、中にね、このサイズの他はサイズはこちら。あ、ないです。よく見てますね。フックさん。フックさん、ない。23.5 より大きいのがない。うん、ごめんね。そちらもうね、ないんですよ。廃盤にしちゃうんで、3000めちゃくちゃ安いです。はい。あるサイトで石井さんが8000ぐらいで売っても売れてる。
8000とか9000で売ってもね、たまに売れちゃうんですよ。キャバこういうのって値段、結構値段つくんで、つくとこでは全然売れるんで。はい。でもヤフーオークションだけめちゃくちゃ安い。今石井さんヤフーオークションで本当にね、頑張って値段の方でも頑張ってます。後日これは値段は上がります。今3000円のものは5000円ぐらいに上がります。多分ね、4000円のものは5000円に上がります。値段はね、徐々に上げてきますんで、今キャバヒール1000点中です。もしキャバヒールは早めに買われる方は、本当にね、早めにたくさん集めた方がいいと思いますよ。今後は値段をこれ上げるつもりです。石井さんのヤフーショッピングの方はね、これより高く売ってますけどね、ヤフオクだけこそっと、ヤフオクのお客さんだけちょっと安く売ってますよ。ありがとうございます。ちょっと何ですか、ファイト石井さん素敵、ナイさんいつも石井さんコメントあんまり読めない、そう石井さんコメント読めないんで、全部バカだからごめんね、全然読めないんで、そういう才能がないよね。うん、そうそう、さきさん仕方されて、あ、ごめんね、さゆさんごめんね、なんでだろうね。さゆさん何言ったの？さゆさんなんだって？俺全部読めないよ。ごめんね。うん。そういう才能がないんだよね。さゆさんどこで言ったの？あ、26です。あ、奈良さん26ないんだよね。22.5 から24.5 までしかない。ごめんね。24.5 までしかなかった。奈良さんごめんなさい。結構流れちゃうんで無理ね。こんなにコメント書いてあったか。読めなかったよ。全部読めないよ。このいつも読まないよ石井さんね、いつも読めないよ、こんな長いんちゃここに来て読んでみて読めないから、そして消費説明したら無事なの、マジ高くなる、あ、高くなる、あ、なっちゃん高くなるよ、値段は今だけ本当にお買い得、いつやめるか分かんないけど、キャバヒールが認知されてきたら値段は高くなるよ、これもう無理だもん、この値段、ヤフオクだけ、そうヤフオクだけ今めっちゃキャバヒールはね本当にね、知ってもらいたいので、1000円ぐらいは必ず上がるよ。そう、上がる、分かっちゃう、流れちゃうね、ごめんね、七七さんじゃなくて名前で言ってみて、あとインスタの方で質問があったら、あとねヤフオクの質問の方で質問していただければ、本当に真面目に、石井さんストアなんで、個人じゃないから、ストアだからお店だから、ちゃんと真面目にお話しますよ、よろしくね。4.5バタフライない、あ、ないんですね、さっきのやつは 3.5 まで、あとね、中にね、他のサイズはこちらっていうところを用意してあると思うんで、そちらを押してください。よろしくね。あ、今日だけじゃないよ、なっちゃん。この値段は今日だけじゃないです。しばらく。どこで上げるかは今、ちょっと全く思ってないけど、売れるようになったら値段を上げようと思う。必ずキャバヒールさん、キャバ嬢さんがこちらのヒールを見つけたら、絶対たくさん売れちゃうんで、だってめちゃくちゃ安いから、一緒の他のサイトの方が高いんで、上がってきて売れるようになったら普通の値段に戻します。今日買った方がいいの、石井さん。あ、別に今日買わなくていいです。今日はキャバヒールな。あ、ゆうなわさんごめん。今日はキャバヒールというか、一下ができない感じ。商品が、中国問題でできないので、今日やってないんですよ、一下を。ね。じゃあよかったら、スクショも取っといてください。スクショ取っといて。よろしくお願いします。これって、どうやって撮んの、アップデートが必要なのか、そっか、はい、ごめんなさいね、撮ったよ、あ、ちょっと撮っといて、適当に、いつ何時何になるか、そろそろあれでしょう、そろそろ終わりかね、キャバヒールかわいい、ちみちゃん、じゃあそろそろ終わりにしよっかね、大丈夫ね、もう逃げ切ったね、よろしくお願い、じゃあね、本日すいません、ありがとうございました、本日石井さんプレゼント、今マスク配ってるでしょ、こちら石井さん大ちゃんから落札したこちらのマスクね、大ちゃんのゾウさんの絵付き、こちらのマスクね、今度の日曜日配信しますんで、一緒に、今日は金曜日でしょ、日曜日落札された方ね、必ず落札してください、何かをね日曜日出すんで、お安いのでも結構ですから、こちらのマスクとね、欲しいやります、皆さんもういいです、終わりです、石さん配信終わりにします、そろそろね、こちらあとブーキチ君の黒、こちらね、ちょっとだけここに、ほんとちょっとシミがあったので、こちら B 品でプレゼント企画にさせていただきましたね、もういいです、タイマーさん出品なかったので、そのうち出品しますね、ジュジュさんありがとう、ルーさん配信した時サンダル出てますよ、よろしくお願いします、どうしよっかな、でもこれ終わってからでもいいよね、
ちょっとこれ終わってから、はい、これギリギリの時間、このプレゼント企画を、このまま続けていただいて、12分配信なんで、7分、あのね、22時7分から、星イベントやります。22分7分から、7分から星、今も頑張っといてください。そのままお客様、キャバヒールの方売っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。22分7分。で、このままやっといて、一旦帰るわけにいかない。ね、帰るわけにいかない。そうだ、今思った。22時7分に、星イベントします。ね、よろしくお願いいたします。ね、ロスさん、山田さん、ロスさん、配信しないでサンダル出てます。あ、そうそうです、ロスさん。いつも出てるよ。今からキャバクラ行って宣伝、ありがとうございます、ナイスさん。キャバクラ、ほんとキャバ嬢さんに宣伝して、石井さん、ほんとキャバ嬢さんのキャバヒールたくさん安く売ってるんだよ。ね、バッグは、板仕方なく1スタ用。うん。ナイスさん、ごめんなさいね。あ、バタフライないんですよ。ないんですよ。他の種類だったらあるよ。フックさん。他の種類だったらあるんじゃない？これだったらあるんじゃない？あるかもね。こちらだったら、この種類だったらあるかもよ。さっきの種類はないけど、他の種類、ちょっと、3つ4つあるんで、色もあるんでね、24.5 ある場合もあります。はい。24.5。逆にさ、バナーで 24.5 を検索してみて、石井さんのそのところに 24.5 っていうところがあるんで、そこ見れば、全部 24.5 ですよ。いいですか？じゃあ、七七さん説明するよ。いいですか？ペタコクさんあれば書いて。あ、今度、出てますよ。な、春夏物のペタコグッズも出てます。はい。で、これね、皆さんいいですか？こちらね。こうやってあるでしょ？こうやってあるでしょ？ここを開けていただいて、例えばデタラメにこうやって開けていただいて、ここにね、皆様、これいいですか？ここに商品詳細を見るってあるんですよ。こう商品詳細を見る。これ開けていただいて、ね、あ、ごめんなさい、間違えちゃった。そういうことじゃないんだ。ここにね、24.5 のお客様、24.5 センチを一つ探していただいて、24.5 を一つ探していただいてね、こちらの中のね、商品説明の中のね、こちらの商品説明をもう一度置く、ここをもう一度押していただいて、もう一度押していただいて、24.5 検索はこちらクリックで、一発で 24.5 出るんで、全部。全部 24.5 が出るんで、ここになかったらないってことです。だからキャバヒールな、あれないね。バタフライ今もうないね。そんな感じで見ていただいてもいいです。検索していただいて。わかりましたか？あとね、石井さんに、ね、ご質問いただければ、20何センチはこちらって一発で URL 流しますんで、親切に流し、親切、自分で言っちゃあれなんだけど、正しくね、清く正しく、美しく、ご連絡しますんで、よろしくお願いいたします。わかりやすくなってます。そのままバナーで、24.5、22.5 センチのお客様、こちらでね、商品から探すんじゃなくて、自分のサイズから全部わかるように、工夫してあるんで、見ていただいたらいいと思います。ごめんね。なかった、そう、なかったね。うん、なかったら 24.5。あの中で探さなきゃいけない。あとは他のサイト。インスタの方で、またご相談していただけたら、よく説明しますんで、フックさん、インスタの方でまたご質問直接していただいて、直接やりたいと思います。この後上で見られてるお客様、日曜日に1円スタでたくさん、50点から100点、だいたい70点ぐらい一気に一発ボタンで送力すれますが、その時に10時7分に、星イベント、こちら大ちゃんから石井さんが買ったこのマスク。今マスクないでしょ？石井さんはタダであげます、タダで。ね、売ったりしません、タダでございます。タダであげますんで、こちらと、こちらのブーキチ君のちょびっとだけなったやつ。ね、来週の日曜日、買われたお客様、今から星のイベントを10時7分ぐらいにやって、下に石井さんがやった後、その時にルールを教えますが、ね、星がいっぱい流れます。その時に当たったお客様、こちらプレゼントいたしますんで、その後10時7分まで頑張ってやってください。よろしくお願いいたします。ずっと石井さんのところにいてください。ありがとうございます。ね。76も来たね。76も。足のサイズは23センチ。1ミリ。あ、いっぱいあるよ、23センチね。ありがとうございます。ジュジュさん、ありがとうございます。そっか、24.5 バタフライがなかったか。バタフライまた追加します。中国の問題がなくなったら、こちらのバタフライ。そうね、わかんないけど、発注かけて2ヶ月ぐらいで作れます。2ヶ月ぐらいで出品しますんで、またね、時期見つけて、中国問題がいつ終わるかわからないんで、いつかはわからないませんが、普通に1ヶ月ぐらいで終わるならば、だいたい5月ぐらいにはまた 24.5 必ず入りますんで、他のね、形は廃盤もございますが、この形は廃盤にしないので、はい、こちらの形だったら 24.5 センチあるまで、また遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね。
はい、ご質問どうもありがとうございました。タイマーさんハートありがとうございます。あちら兄さんちみちゃんね、あそうだね、ないのあったら直接石井さんにあの電話してくれてもいいですよ。すぐあの簡単にお答えしますよ。今ちょっと意図がね分かんないから説明もすぐしますよ。よろしくお願いいたします。一番ね、結構緩くない、緩くない、今日緩いよこれね。スクショの方もよろしくお願いいたします。石井さんの記念にスクショの方もよろしくお願い。石井さんスクショ取れないからさ、誰かスクショってくださいね、はい、よろしくね。でも1万いかないよね。この間8000いったよ30分で。結構今日緩いね。すげえ、自分でやった時8000いった。今日お客さん少ないですか8000ぐらいいったのね。もういかなかったね。30分だったあの時、うん、緩くなったの。だってあれだよ、1万2000だよ目標。12000円、よろしくお願いいたします。目標12000円で、キャバ行く時に持って行ってやろう。あ、そうだね、七瀬さん本当に安いんで喜ばれます。サイズ聞いといて、サイズちゃんと聞いといてくださいね。間違えるとお金かかっちゃうんで、はい、あの交換とかもできますが、お金はお客さんが往復送料かかっちゃうんでね、あのサイズはよく聞いといてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、間違えちゃった、間違えちゃった。はい、今だけじゃなくてしばらくこの値段でやってますし、昼間とかもクラファヒール出してますんで、上で見られてるお客様、上で見られてるお客様ね、昼間とかでも出しておくんで、あの普通に買っていただいて結構ですよ。普通にいつも売れてるんで大丈夫です。ではそろそろスクショタイムに入りました。スクショ多分時間が石井さんの方が後から来てるんで大丈夫だと思うんだけど、どうかな。1600か、はい、コメントも1600なんだね。ありがとうございます。ジュさんありがとうございます。ハートもどうもありがとうございます。ゆゆママさんいつもありがとうございます。ゆゆママさんインスタの方でいつもありがとうございます。ちみちゃんキラキラありがとう。ジュルさんファイファイファイなんですよ。ジュルさんいっぱい出すね皆さんのおかげで本日本当に伊豆さん助かりました。どうもありがとうございました。本当に皆さん素晴らしい、皆さん本当に素晴らしいですよ。うん、頑張って頑張って、本当に頑張って素晴らしい、ありがとう、ありがとうございます。石井さんにこんなに育てていただいて、石井さんこの1年頑張ってきて本当に嬉しい、嬉しいとかった、よかった、ありがとう、キラ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 ありがとうね。まさかこんな風に並んでくるとは、ヤフオクライブでね、こんなに強力にお客さんが協力してくれるとは、本当にいつもいつもありがとうございます。石井さんもこれから頑張っていきたいと思う。今日は1枠で終了します。10時ね7分ぐらいに、あの星星ぐらいをやり、7分かどうか分かんないけどね、あの時間がもう少し経ちましたら星星イベントしますんで、このままこのまま見られてください。よろしくお願いいたします。石井さんいつも頑張ってます。ちびちゃん本当に、石井さんじゃないよ、みんながね、みんながやってくれるからですよ。石井さんは何もやってないよ、うん、皆さんが本当にいる、本当に皆さんのおかげです。石井さんのおかげじゃないね、そんな風になってくれてるのは皆様のおかげです。ありがとうございます。いつも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 応援していただいて本当にありがとうございます。1円落札も本当にね、たくさん入札していただいて本当にありがとうございます。その代わり安い時もね、石井さんそのままお安く売りますし、今後もね、中国問題が終わったらガンガン、はい、スタッフ入ったらガンガンいいやつ探したいんだけど、今時間がね、仕入れる時間も作ってね、まあ時間がないなんて言い訳にならないんですけどね、あのたくさんいいやつをね出していって、違う種類ね、バッグじゃなくてもなんかまた試行錯誤して皆さんのお役に立つもの、本当に役に立つものをちょっと考えたいんですけど、やる限りはそこの商品を集中してたくさんやる感じなんですよ。バラ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 は一切やりたくないよね、うん、いつも集中してその部門をねやって、アクセサリーは撤退です。アクセサリーは顔見て配信できないことが途中から分かったからさね。そろそろ終わりじゃないですか、そろそろ終わりじゃないですかね。ね、いいえ、ありがとうございます。いいねこれね、キュウリガットあれね、ナナルとマシュマロカフェさんと夢まで、ね、キュウリピーマンさんも上に来れよ。ピーマンさん終わっちゃったかい。あ、ピーマンさんは下から行くぜから始まっちゃったか。ピーマンさんは上に来ないとダメよ、3位ぐらいにいないとね。石井さん、チャッピーさん、皆さんはあとは任せました、あなた任せました、ありがとうございます。チャッピーさんね、仕事行って、あ、チャッピーさんどうもありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。チャッピーさんもね、あとは皆さん本当チャッピーさん陰でありがとうございました。ファイトです。チャッピーさんいってらっしゃい、またよろしくお願いいたします。またね、ピーマンさんの方もよろしくお願いいたします。いやー、犬ざむちゃん
ね、そうですよ、石井さんこの1年の飛躍、犬沢村ちゃんのおかげです。本当に最初に犬沢ちゃんね、あの本当に石井さんの方にねいつもコメントいただいて、犬沢ちゃん本当にありがとうございました。石井さんももうそろそろメルカリ配信始めて1年ね、切羽詰まって見づらい配信しましたが、こんなに飛躍してね、あの皆さんに応援してもらえるとは本当にね、ここまでいけて本当に満足でございます。今中国問題で本当に困ってますがね、今後もねそちらの方の問題が終わりましたら、皆さんにねお安くたくさんの商品を、石井さんのコンセプト、たくさんの商品をたくさんのお客様にお安く販売していきたいをコンセプトでやっていきますんで、あの今後ともよろしくお願いいたします。でも発送大変なんだよ、1日とか本当にかかるし、うちの妻ももうやりたくないぐらい発送してるんで、はい、皆さんも呼んで、キュリガンさん配信もありました、本当、あ俺のとこには反映してるよ。じゃあスクショタイムよろしくお願いいたします。で、まあ、終わっちゃったね、マシュマロカゲさんの下ね、ナダラ君が下ね、じゃあ行きましょうか。皆さんお疲れ様でした。じゃあね、いいね、よしよしやります、よしよし。じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。そろそろ石井さんの配信も終わりにしたいと思います。こちらね、日曜日に買われたお客様、こちら石井さんがただいまよりスマホのこちらの iPad でね、下のお客様にプレゼントいたします。今マスクないっしょ、石井さんこれマスク売りませんよ、あげます、あげます、プレゼント、大チャンネルさんのサイン入り、こちら大ちゃんから買った大切な大事なマスク、今こそ使うべきじゃないかと石井さんは思ってますね。まゆちゃんありがとうございます。ゆうまさん7日、こちらね、大チャンネルさんから石井さん買ったこのこちらのマスク、こちらのマスク、こちらのマスクね、日曜日に買われたお客様、下にねあのコメント今してますんで、欲しい方ね、ね、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ、日曜日ね買ってください、日曜日その方ね、行きますよ。じゃあ石井さんこちらで入れますんで、下のお客様、下のコメントの、下のコメントのコメントのお客様、ブー吉と、ブー吉ね、ちょっとごめんなさい、ブー吉と大ちゃん、大ちゃんマスク、今日はすごいよ、大ちゃんマスク1個しかないからね、こうタイマーさん当たるといいね、マスク足んないでしょね、こちら足んないでしょ、タイマーさんこちら一緒に当たったら欲しい、下にねいるお客様プレゼント、ああやべえ、電池なくなっちゃった、電池、あどうしよう、あれじゃちょっと持ってくる、今ほんとブチって切れちゃったよ、ね、びっくりした、バンされたかと思った、ちょっと待って、ちょっとこれ入んない、これ iPad なんだよ、これ iPad こっちじゃ入れない、ちょっと持ってくんね、もう一台、こっち行けっかな、こっちでコメントできるかちょっとごめんね、いや、あ、電池なくなっちゃって、ほんとマジだよ、ほんとマジ、これ間に合うかな、ちょっと ちっちゃいアホンちょっと持ってきて、これコメントできるかな、ちょっとテスト行った、あテスト行きました、あ大丈夫大丈夫、いける行きます、今石井さん行ったからさね、下のコメントのコメントのお客様、ちょっとテストお客様、ブー吉、テスト行った、あテスト行きました、あ大丈夫、ブー吉、いつもこんなトラブルあるよね、ブー吉と大ちゃんマスクね、大ちゃんマスク、マスクプレゼント、で、じゃあプレゼントしますよ。行きますよ。1000コメントぐらいになったら行こうね。じゃあそろそろ行くか。ね。すげえ見なくちゃいけないからさ。見なくちゃいけないんで。12分まででしょ。まだ行けんね。欲しい。じゃあ行きますよ。欲しい。じゃあ行きます。行きますよ。で、1000ぐらい行くといいんだけどね。ちょうど1000ぐらい。1000ぐらいコメント行くの。もうちょっとだな。じゃあ行きますよ、ちょっとすげえ嬉しい。早くしてくれって感じ。もうすぐ行くよ、1000。1000ぐらいちょっと頑張ってみて。1000ぐらい頑張ってみて。行くよ。すげえ早くなんだ。行くよとか見ててってすげえ早くなんじゃん。じゃあ行きまーす。行くね。これ行くよ。行く。じゃあ1000ぐらい行くね。じゃあ行きまーす。はい、押すよ。押した。誰?あ、痛い。あ、すずちゃんだよ。大丈夫か、すずちゃん買わなくちゃいけないだろ。すずちゃん、
スルチャック、日曜日に買わなくちゃいけないんで、一応あの握手はしとくけどね。スヌちゃんだったよ。こっち電池ついたよ。復活した。あ、スヌちゃんだったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ローズちゃんだった？ローズちゃんだった？スヌちゃんじゃなかった。ローズちゃんだった。ローズちゃん。もう一回ちょっと戻してみて。あ、スヌちゃんだよ、やっぱり。スヌちゃんだよ。スヌちゃん。スヌちゃんの下にローズさん。上が太陽ママさん。まんまるさぎさん、その上。ローズさんとディディペアさんと横浜さんとマコちゃんとチミタ。おお、スヌちゃんだったよ。スヌちゃん。スヌちゃん、スヌちゃん、スヌちゃん。スヌちゃんだったよ、スヌちゃん。スヌちゃんだったよ。大丈夫？アルモルスさんじゃない。スヌちゃん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 だよ。スヌちゃん。スヌちゃんはスヌちゃん？石井さんの下、ローズさん。スクショ送るよ。スヌちゃんだよ。俺だって見たもん。じゃあ俺もスクショ送るよ。スヌって書いてあるよ。違うんだね。あ、これ送れんだ。スクショできるんだね。あ、スクショできるんだね、配信中。どうしよう。あ、まえちゃん、アキラファイター、ありがとう。私もローズさん。そうなんだ。コメントの下でしょ。そう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 。コメントの下。おろおろ。おろおろ、おすぬちゃんいるじゃん。送ったよ。じゃあ、石井さんも送ろっか。コメントの下ですよ。そうだよ。そうでしょ？ね、ハーリー直したらすぬちゃんだったでしょ？ね、スクショ送ったよ。もう一回ちょっと入り直して見てみて。スヌちゃんだよ。スヌちゃん。うん。じゃあ、こうしよう。ね。スヌちゃん。スヌちゃん。お二人無理なんだよ。お二人無理。スヌちゃんが日曜日にお会計になったら、スヌちゃん。ね。日曜日に買わないとダメだからさ。日曜日にお買い上げでスヌちゃん。日曜日にスヌちゃんがお買い上げになるタイミングがなかったらローズさん。こういうことで。いいですね。日曜日。いいですか？ 2 月の9日日曜日。ね、日曜日、スヌちゃんがお買い上げだったら、スヌちゃん。お買い上げがなくて、ローズさんが買ったら、ローズさんね。ね、とりあえず、スヌちゃん1番。補欠ローズさん。ね、補欠ね、ローズさん。どちらにしても、どちらかのお客様が落札しなくちゃいけないから、日曜日までどちらのプレゼントかわからない。そう、スヌちゃん。必ず落札してください。同梱でしかプレゼントあげられない。安いぬいぐるみでもいいです。でもね、送料808円かかっちゃうんで、よろしくお願いいたします。これさ、1000円ぐらいの商品買って、送料も808円か、約2000円ぐらい買って、同梱でプレゼント。で、時間が合わなかったらいけないといけない。日曜日ね、一応夕方から夜ぐらいから配信すると思うので、一番最後の時間はね、9時から10時ぐらいに一番最後に一括早期終了すると思いますんで、それで買ってください。ローズさんもう一応見に来て、スヌちゃんがもし何かのタイミングでね、買えなかったらいけない。あとスヌちゃんお買い上げになった